それでは改めまして、オープンファーム大スタジアムへお集まりの皆さん、こんにちは。元気の挨拶、誠にありがとうございます。本日はようこそ、那須どうぶつ王国へお越しくださいました。それでは、雄大な自然から舞台は空へ、バードパフォーマンスブロード、いよいよスタートです。さあ、それでは続いての鳥、もう来てますよ。せーさあ、皆様の右手側、あっちですよ。さあ、見てよけてテレくん、どっちこっち。さあ、一番の鳥が頭上を越えてやってまいりました。さあ、どうもありがとうございます。それでは早速、こちらの鳥ご紹介していきますね。さあ、こちらアフリカ大陸に生息をしているダルマワシ、名前はセレン君、元気いっぱいな赤かなかです。どうぞ皆様よろしくお願いします。さあ、では皆さん、この後セレン君すぐ近くビュンビュンと通っていくわけなんですが、あ、一切自分で物を避けませんので、本当にぶつかると思った方、はい、ご自身で避けてください。自己責任でお願いします。さあ、ではセレン君から目を離さずに頭上スルースルーフライトをお楽しみください。さて皆さん、このワシという動物、普段見かける姿、森の中でじーっとしているところではありませんか。ですが、今日はすぐ近く、こんなにも飛んでくれていますので、ぜひ海とかで観察をしてください。まず見てほしいのは、セレン君の大きな翼です。広げた大きさ、翼回長は 1.5m。実は私の身長とあまり変わらないぐらいの大きさがあります。自然界ではこの大きな翼を広げ、上空高くから獲物の姿を探して狩りを行う肉食のハンター。このように自ら狩りを行い、お肉を食べている鳥たちのことをまとめて猛禽類と呼んでいます。猛禽類の仲間には、このワシをはじめとするタカやフクロウ、コンブルやハヤブサがこの仲間とされています。本日はこういったかっこいい猛禽類の仲間をはじめとするさまざまな鳥たちをご紹介